棒になった男は、安倍工房の儀曲。カバン、字の崖、棒になった男の三つで構成される、オムニバス形式の演目である。各系はそれぞれ人間の誕生、家庭、死を象徴し、第1系では、人間が、カバン。第2系では、ボクサー。第3系では、棒である。1969年、雑誌、文芸1月号に、カバンが掲載され、 同年、雑誌、文学会8月号に、棒になった男が掲載された。同年9月20日に、字の崖を加えた単行本が新庁舎より刊行された。初演は、同年11月1日に、安倍の演出により木の国屋ホールで上演された。翻訳版は、ドナルド・キーン分けをはじめ、各国で行われている。現在まで国内外で多数上演され続けている。 1> 第1系、カバンは、ラジオドラマ、男たちを擬曲化したもので、第2系、字の崖は、ラジオドラマ、チャンピオンを小説化した字の崖を、さらに擬曲化したものである。第3系、棒になった男は、小説、棒を、ラジオドラマ化した、棒になった男を、さらに擬曲化したものである。舞台にかける配列は、 書かれた順序とそっくり逆になっているが、安倍工房によると、三つの経は、最初から一本の作品にまとめるつもりで、計画的に書いたわけではないが、意識した時には、この三つは、すでに一つの作品として、目の前にあり、何のためらいもなく、ごく必然的にこの組み合わせを使用していたという。また安倍は、カバン、ボクサー、棒は各経を通じて、 必ず同一の俳優が演じなければならないと指定し、この三つの役を演じる俳優が、一見無関係に見える、各系を有機的に結びつけ、隠された内部の主題をあらわにする、鎖の役目をすると説明している。擬曲全体の狙いについては、お化けですよ。人間以外の化け物が、日常的に存在している、現代の状況をそのままの形で出す。舞台を、 鏡のようにして、観客の一人一人の実像を映し出すことを狙っています。観客と実際には対話はしないが、一種の対話劇です、と説明し、聞き手の金田光一梁が、第一 k では、カバンになった男より、そのカバンを開けることを怖がる女性たちへの風刺激とも、取れるという感想を述べたことに対しては、いや、舞台にかければわかりますよ、とだけ答えている。新婚の女の家に、 女友達が客として来ている。女は夫の所有する中古の旅行カバンを客に示し、鍵を開けて中身を確かめてほしいと頼む。物音がする、その不審なカバンは夫が言うには中に先祖が入っているのだという。客はピンで鍵穴を動かしたりするが、中から低い言葉のつぶやきのようなものが聞こえ、思わず身を引き離す。 中身が虫かミイラか得体の知れないカバンを前にし、なぜあなたが自分で開けないのか、あなたはただ開けたがってるふりをしているだけだと、客は女に言う。女は、持って帰って、どこかに捨ててきてくれと頼むが、客は断る。そんな押し問答をしているうち、はずみで、錠前の外れる音がした。うろたえる女に、客は、あとは、あなたの心の錠前だけねと言い残して帰ってゆく。 しばらくし、午後6時になると、女はそのカバンの鍵をかけた。そして隣の部屋に行き、出前の電話をかけ、チャーシュー麺を一つ注文する。昭和38年、落ち目のランキングボクサーが、試合直前の心境から、試合中のダウンまでの経過を実況風に、独白し続ける。ある6月の日曜日、ターミナルデパートの屋上から一本の棒が落ち、 歩道の縁石に座っていた風天のカップルのそばに転がった。風天男が棒でリズムを取っていると、棒を探していた地獄の男と女がやってきた。二人は棒を渡すように言ったが、風天男は拒否した。そして、風天女と棒で背中をかき合ったりして、渡すのを渋っていたが、棒が太しにかけた魚みたいにピクッと動いて、気味悪くなり、地獄の男を二千円で棒を打った。 地獄の男と女は棒になって屋上から落ちた父親を探しに来た子供の目から棒を隠して地獄の本部と通信する。棒は、軽なし、登録不要と確定され、棒はそのまま排水溝の穴へ放置されることになった。地獄の女が同情心を起こして子供に返してやるべきだと言い、棒になった父親が反省の鏡になるのではと。 提案すると、地獄の男はそれを一生に伏し、自分で満足しているものが、どうやって反省するのさと言った。その一連の会話を聞いていた棒は、満足している人間が、屋上から飛び降りたりするものか。一体、棒以外の何になればいいって言うんだ。この世で、確実に拾ってもらえるものといえば、結局棒だけじゃないか。と独白する。地獄の女は、でも案ずることはないのです。 あなたは、カズトポッチではないのですと言い、地獄の男は、あたりをぐるりと指さし、見たまえ、君を取り巻く、この棒の森、もっと違った棒にはなりたくても、棒以外の何かになりたいなどとは、一度も思ったことのない、この罪なき人々、と話し出す。中野隆次は、安倍が、ガルシア・マルキスの、 100年の孤独を賛辞した文章の一節の現代というこの特殊な時代の人間の関係を照射する強烈な光なんですという言葉に着目しながら、安倍の他のいくつかの作品同様に棒になった男も現代における生の構造そのものを照射している文学だとし、地獄の男が我々の仕事は彼らの生を忠実に記録しておくことなのさ、人間の見せかけの形に つい迷わされてしまうんだな。しかし、棒はもともと生きている時から棒だったってことが分かってしまえば、というセリフを引いて、この時の棒は、擬曲、友達における、家族のイメージ同様に、我々自身の問題として、いろんなエコーを呼び起こし出すと考察している。ゴーシュ・ダスティダー・デバシリタは、第三系の棒になった男において、 他者の道具にしか過ぎない棒と似たような人間存在を集め分析する地獄からの死者たちは人間世界の他者大胆で残酷な世間を表すとし、それにより人間が生きている世界を他者の目で見つめることで世の中に混乱している様々な状況を浮き彫りにし、人間が社会制度の中に取り込まれ、生存枕層、所有欲などによって、 人間性を失いつつあることが示されていると解説している。また、デバシリタは、都市に生活する個々の人間が他者と葛藤しながら生きているのは、生育環境や家庭環境、仕事や交友関係、物事の考え方や価値観や習慣に関わらずに共通している都市、そういった近代消費社会の中で、それぞれの道を選択しながら生きている。 人間存在を現代都市における孤独、アイデンティティの喪失などのシチュエーションで取り上げ、儀局化し、現実社会に存在する問題を提示するのが、安倍の意図だと考察し、以下のように解説している。現代社会に広がる人間阻害状況は、ますます深刻化している。都市の発達に伴う価値観の多様化は、一方では、価値観の混乱。 人間関係の危機、アイデンティティの喪失を拡大させている。さらに言えば、現代社会が危機現象に陥っていることを、工房は作品を通して読者に伝えようとしていた。ゴーシュ・ダスティダー・デバシリカ、棒の森の長時代性をめぐって、安倍工房、棒になった男論、高等学校の国語総合の教科書のうち、筑麻書房、聖戦国語総合現代文編改訂版に、 棒になった男が棒の題名で掲載されている。ありがとうございます。